すいません。どうしてもお話ししたいことが。私、私って変な女の子ですよね。だって私、困ったことがあるとすぐに妖精さんとお話しするし。分かってはいるんです、本当は妖精さんいないってこと。でも私は信じたいんです。小さい頃からずっと信じてきたから。もし信じられなくなったら今までの私じゃなくなってしまう気がして、思い出を失ってしまいそうだから。小さい頃からの思い出も、あなたと過ごした3年間も。だから私、今でも信じてます。ずっと昔から信じてたこと、妖精さん、サンタクロース、そして私を迎えに来てくれる白馬の王子様。あなたに初めて会った時、私の白馬の王子様だって思ったんです。そして分かったんです。私、あなたのことが好きです。私をあなたのお姫様にしてくれませんか。私の王子様、そう、やっぱりあなただったの。金はやっぱり私たちを祝福するために鳴らしてくれたみたいです。そんなの決まってるじゃありませんか、ね、妖精さん。